するのはね、このクラッシャー・ジョーのカセットテープシリーズになっています。全部で4本出てるんですけども、よろしいですかね。まずはね、こちらの2本を紹介しますね。これは音楽集と言い,いまして、やっぱり BGM がね、いっぱい並んでるやつです。あの、映画の中で使われたクラッシャー・ジョーの BGM ですよね。クラッシャー・ジョーをご存じない方はすいません。ご存じ方、ご存じの方向けの放送になってます。で、クラッシャー・ジョーの今度はこちらがですね、えー、公共組曲ですよね。ですから、こちらの BGM をイメージして、 あの、こう、クラシック風にオーケストラで演奏しているという形です。これはね、本当にね、あの、BGM とかね、癒しの音楽として、かなり、こう、ワクワクしたりね、え本当に、こう、のんびりしたりとかするときに聴けるやつですね。それからこちらの方、まあ、当時ね、こういうのがよく出てたんですよ。どういうのかっていうと、その、映画の音声だけを抜き出してきたやつをカセットテープにするという形で、これ前編後編で分かれてましてね、こういう風な、パカパカになってるわけですよ。で、これ新品ですね、まだね。えー で、今ではね、DVD とかブルーレイとかがありますんで、クラッシャー上も。わざわざこのカセットテープだけを聞くってことはないと思いますけども、当時はカセットテープしかメディアがなかったんで、オンリーだったわけなんですよね。ものすごくこれは、あー 欲しかかかかっっっったたたけど手にに入らなななな人が多かったんじゃないいと思まますす本組で4000てますね以前、ゴッドマーズのカセットテープのドラマ編も紹介したんですけども、やっぱりこういう風な音声だけ抜き出したのっていうのは長編になりますから、60分テープ2本でだいたい2時間ぐらいで映画ってできてますんでね。90分とか120分とか。だいたい前編後編でカセットテープになっていると。で、これを誰かが買って友達にダビングしてあげたりとかっていうのでね、広まっていくみたいな感じだったかなと思います。クラッシャー上のドラマ編でございますね。で、今日はね、その他に、クラッシャー上の こののさんのあ、どうもおはようございます、ゆんゆンさん。クラッシャーョの、ね、小説も紹介したいと思いますね。これ全部私も読みましたけども、えー、連帯惑星ピザンの危機とかね、えーこう、宇宙海賊の罠とか、ドルロイの嵐、虹色の地獄、これが映画化されたものですね、クラッシャー城。クラッシャー城は映画版と、あとオリジナルビデオが2つ出てまして、合計3つのセットになってましてね、今ではあのなんかボックスとかがあれ、アマゾンで買えると思いますけども、そういうのでも楽しむことができます。で、小説はね、他にもあるんですよ。 こちらでですすねねまだあるわけですよ、ね、こうクラッシャー城シリーズドーンと,、えー、っとそれぞれね美しき魔王とかこれもクラッシャー城ですよねでこう,こういうのとかね、うん、いっぱい出てますねあこれもなかなか面白かったですよ銀河帝国の野望とかねで私が好きなのは銀河系最後の秘宝ですやっぱこれもね一生懸命読んだような気がしますという形でクラッシャー城シリーズもねカセットテープと小説といっぱい出てるわけなんですけども今日もクラッシャー城ね楽しく だからね BGM 聴きながら小説を読むとほんと浸れるっていう感じですかね、えー、今日は「クラッシア・ジョー」でございましたまあ知らない方ばっかりだと思いますけどね昭和40年代生まれの方の青春時代を青春の入り口を飾ったアニメでございますありがとうございました